おはようございます。おはようございます。ポニタンです。はい、ともちゃんです。はい、今日はひな舎の方にひなが移ったということで、はい、また新しい卵を入卵していきたいと思います。はい、じゃあ作業の方に移ります。行きましょう。では卵の表面に情報を電気していきます。はい、線は取っちゃう。よし、うん、あれ薄く書いた方がいいんだもんね。そうだね、後で乱額になるからね。そうそう、今回は29だっけ。ほんとね、昨日1個足して多分30じゃない。ああおそらく。さて、30個のうち何個に厳選され、そこでまた何匹生まれるんでしょう。いやー、3分の1ぐらいはちょっと生まれてほしいですね。10が生まれるってことは、うん、15、6個残らなきゃいけないね。そうだね、なかなか厳しいね。やっぱ最初の方だからダメとかある、うんうん、あるだいたい何月ですかね、6月とか7月ぐらい、あとに行くに従ってだんだん有精卵が増えてくるイメージが。なんでだろう、なんでだろうね。交配まだ始めたばっかりだから、あんまり頻度が低いとか、なんか1回で1個なの。そんなことはないでしょ。うん、昨日も聞かれたんだよね。ああ、あのお客さんに、そう、交配1個に対して1個なのって聞かれて、なんか交配しなくても産むんですけど。そうそうそう、うん、でもなんかし始めると卵も産み始めるみたいなとこもある。誘発されてというか。あ、そうそうそう、よく分かって、ね、触発、やっぱり反射じゃなくて何なんだろうね、あって思い出すみたいな、そういう思い出したような感じがたまにありますね。でも分かってない。それが分かったね。うん、だいぶダチョウの研究が進む気がするんですけど、4月9日51。こんな感じ。あ、じゃあ、あれ？ああ、そっか。で、気質の確認してきます。はい。そうだね、昨日生まれたばっかの卵もそのまま仲間入りさせたので、気質の確認も必要な卵が2つだけあります。いやーね、ほんとみんな生まれるといいんですけどね。ダチョウに詳しくなれる、ダチョウと記念撮影、卵を取る体験も、ダチョウに餌やりだってできちゃう。めっちゃ楽しい。牧場で待ってるよ。はい、無事に確認。一番ってさ、うん、希望を込めて入れてる。もちろんそうです。あれだけオスがいっぱいいるならば。確かに。そう、メス1に対してオスは4だっけ。いや、3かな。1個増えてるにしてもちょっと多い、ね、メスが疲れてしまいそうな気がね。よいしょ。よし、はい、完了。さて、お次は、はい、入れましょうか。置けます。2人で1個ずつやっていこう。オッケー。はい、じゃあ行きまーす。いいよ。よいしょ。はい、お願いします。お前たち生まれるんだよ。ねえ、みんな生まれてくれ。深原。こっちが前だから。うん、あ。でも3つずつでいいか。うんうん。こっちの方が見やすいな。見やすい。よいしょ。
かなかでかい卵が。よし。はい。よーし。よし。そして。付箋を書くと。はい。5月20、今日は4月の13。13か。1、2、3、あれ4、5、6、5月の25、42日でしょ。そう、6週間です。25発生。よいしょ。よし、はい、4月の13日入団。いや、今日ですよね。今日13か。13で、5月25日発生予定。先ほどのね、前側にはね、クリップがありまして、そちらの方にパチパチのね、やっていきますよ。はい、生まれろという圧を込めて。いや、もうね、お願いだよね。生まれてください、お願いしますっていう感じ。懇願。だって、まだ少ないですから。無精卵が多いし。みんなもね、いっぱいわんさか湧いてるひなをね、見たいでしょう。うんうん。よし。はい。はい、おぉ、埋まりましたね。綺麗だ。フランキが。はい。よし。はい、はい、では、卵の入卵作業でした。またねー。